吉江さん、5万円の稼ぎ方、いいですね。これサムネイルもね、なんかすごくシンプルで再生されそうですね、これね。この画像で再生されそうですよね。まあ、というふうにね、YouTube って、おや、これ見てみようかなっていうふうに興味を引くキーワードが、ほんと山のようにあるんですよ。で、ちょっと前ですけども、ほら、第3次世界大戦っていうのがあるでしょ？で、私ね、それずっと覚えてて、昨日第3次世界大戦というタイトルで、サムネイルとタイトルで、ね、動画作ったんですけども、まあ、早速再生どんどんされてるみたいですよね。で、内容は結構ね、シリアスなんで、ちょっと私自身も怖いなと思ってるんですけども、いや本当にね、これから第3次世界大戦が起きるんじゃないかなと思うんですよ。実はね、田原総一郎さんっていう方が安倍総理に先日会って、お話しされた中で、安倍総理もね、第3次世界大戦が私は核戦争で起きると思っていたっていうふうに安倍総理が言われてたんですよ。でも現実は今戦争状態、戦う相手は今のね、感染症なんだっていうことをお話しされていて、安倍総理もね、なんかね、何考えてんだこの人みたいに映る部分が多いんですけども、田原総一郎さんとの会話をこうやってお聞きしてる限り、思慮深くてですね、やっぱお手つきは多少あるにしても、でもやっぱりね、いろいろと考えているんだなーっていうところをね、認めざるを得ないというところが多かったです。で、その他にもいろんなね、田原総一郎さんとの会話があったんで、しっかりと見させてもらったんですけどね。さあ、ところでですね、吉田さん、ついに私の町でもですね、迫ってきましたよ、いろいろと。私がね、今回ね、健康診断に行こうと思っていた病院が、しばらく外来を停止ということでね、例のやつが現れたんですよ。例のやつがね、いや怖いですね、じわじわと迫ってくるようで。一ところによると、80万人ぐらいが感染して40万人がお亡くなりになるっていうデータも出てるみたいで、まあ、これは予測の範疇を超えないんですけども、やっぱ戦争ともなるとね、何十万人っていう人がやっぱお亡くなりになりますからね、そういうこともあるのかなと思います。それでね、私の町にはもう一つね、大きな懸念があります。それはですね、 JFE という製鉄所が操業一部停止する。操業一部停止ってちょっと大げさですかね。高炉をね、要するに鉄を作る、そういうふうな施設があるんですけども、そこをね、4基中1基閉鎖するらしいんですよ、停止。で、倉敷にも工場があって、そこも1基、なんか前倒し停止をするらしいですね。いや、どうなるんでしょうかね。生産も起きなくなって、消費も起こさなくなって、この中で私たちも生きていくんですよね。よっぽどですね、これから5万円稼ぐ方法だけではなくって、稼ぐというよりもどうやってね、生活の糧を得ていくのかってことを考えなければならないと同時に、もしかしたら日本は配給制度が復活するかもしれないですね。でね、やっぱりね、お金を稼ぐっていうことを、ここでちょっと話を切り替えていこうと思いますけども、お金を稼ぐことっていうのは当面は必要だと思いますんで、稼いでいかなくちゃならないじゃないですか。あとね、お金が稼げない人のことも配慮してあげないといけないなっていうテーマで今日はお話しようかと思うんですよ。前振りが長くなりましたけども。それはね、私もそうだったんですけども、スーパーの店員をしてたんですよ、私はね。スーパーの社員をやっていて、商品確保して、品出しをして、接客をしてみたいな毎日でした。で、お客さんから温かく扱われることっていうのは基本的にね、ないんですよ。まあ本当にね、軽く見られるというかね、バカにされるというかね、お前ちょっとお前それは動かせやみたいな感じで小突かれたりとかね、するわけなんですよね。まあ中には優しい方もいらっしゃるんですけども、で、今それが顕著なんですよ。今ね、結構食品っていうのは売れてるんですよ。ドラッグストアでもいろんなもの売れてますよね。で、作業量増えてるんですよ。ただでさえ忙しいスーパーが今ね、作業量増えてるんですよ。で、もうお客さんがね、いつもは奥さん一人で来てるのに、なんかね、家族連れが多いんですよ、今。家族連れが多くて、子供たちはわっちゃらわっちゃら喋ったりね、その辺走り回ったりして、結構品出しの迷惑だったり、店舗としては、一緒についてくる人ってね、はっきり言ってね、邪魔なんですよ。最小限の人数で来て、カゴに目いっぱい買ってもらいたいんですけども、まあ、家族4人で来てね、で、カゴ1個みたいなね、もうふざけんなよと思うんですよ。クラスター起きるやろうが、みたいな。で、会計するときに、お年寄りの方、あ、おじいちゃん出してあげよう。ドゥルドゥル。ね、舐めるんですよ。金舐めるなっていう。で、町内会行っても、プリントをね、舐めて配るんですよ。もうやめろよって感じでね、いろんな動画で私申し上げてるんですけども、何が言いたいかっていうとね、お金の稼ぎ方からなんか、ね、全然違う話になっちゃいましたけども、これからね、
こういうふうに今までずっと言えなかったけども、ちゃんと言わないと進んでいけないよということが、そういう時代が来てるってことなんですよ。そして YouTube です。主張があるんだったらきちんとね、自分の顔と名前と、名前は出さなくてもいいけども顔を出してね、きちんと伝える時代が来たんですよ。あの顔出しが未だにできない人っていうのはお札を舐める人とね同じようなもんだと思うんですよ。おかしな自分勝手な固定観念で、あのやるべきことはやらない人ですよね、うん、これ今やるべきことっていうのは声を上げることなんですよ。で先日あの自民党の二階幹事長がね、10万円を一律給付しろみたいなことが出て、それを公明党が追認するみたいな形で、多分10万円の全員支給っていうのは行われるでしょう、行われると思います。これなんでそうなったかっていうと、 YouTube で発信してる人が30万円の支給とかめんどくさいからやめろよとかね、国民全員に支給しろみたいなことを YouTube でバンバンバン発信する人がいて、 Twitter で拡散する人がいて、要するに顔出しで言う人が多いからなんですよ。でそうなるとさすがに次の選挙はやばいかなと思って、本当はね今現金給付しないみたいな話で固めてたのに、安倍総理がちょっとそういう方向で検討しましょうみたいな感じで、さすがにビビってですね、じゃあお金配ろうみたいな話になったわけですよ。だからね、声を上げていくことってすごく大事なんですよ。で顔出しがどうもな嫌だなっていう人で、それでいてお金稼ぎたいわけでしょ、じゃ冗談じゃないって話なんですよ。お金を稼いでる人は自分のその危険とかね、プライドとかそういうものを捨ててちゃんと顔出ししてるわけですよ、うん、だからお金あの何顔出してる人が偉いってわけじゃないですよ。顔出ししたくないんだったらそれなりの知恵を使って顔出ししなくても稼ぐ方法を見つければいいんですけども、少なくとも私は吉谷さんのところに来てる人がね、顔出しができませんっていうのはもうこれね全然ね、あの話が違ってくるんですよ。だって私も吉谷さんもこれ顔出し毎日してますからね、一体何回やってるんだと。1万回以上顔出ししてますよ、ね、だから稼げるんだってことを主張してるわけですよ。でもね、そういう私たちに向かって顔出しせずに稼ぐ方法をって求めてくる時点でもうちょっとおかしいんですよ。でそうではないんですよ。まず稼げてる人が一番やってることを真似する、そっからスタートした方がいいと思います。もちろん顔出しせずに稼げる方法、私も吉谷さんも十分知ってますよ、十分知ってますけども、そっちの方がむちゃくちゃ難しいです。やめた方がいいですね。顔出しに抵抗がある人は他の方法にはもっと抵抗が出てくると思います。まさに抵抗勢力でございます。ということでね、今日の発信は、まあ、お金を稼ぐ方法なのか何なのか分かりませんけども、5万円を稼ぐ方法に対するアンサー動画でございました。5万円稼ぎたいですね。それでは。